101型機関車の経営するインターシティ2007年のドイツのインターシティも、インターシティ略称 IC はドイツの鉄道における優等列車の種別の一つである。主にドイツ国内でのみ運行される列車であり、1時間間隔や2時間間隔などのパターンダイヤで運行され、異系統の列車同士の接続を重視したネットワークを形成している。1968年に、 ドイツ連邦鉄道が一部の特急列車にインターシティの名を冠したのが起源である。1971年9月26日から4つの系統で2時間間隔の運転を始め、ファーンズグに代わって西ドイツ国内の最上位の列車種別となった。当初は1等車専用であったが1979年からすべての列車に2等車を連結するようになった。その後系統数は増加しており、 1991年に運行を開始したアイスもインターシティ網の一部を担うものとされた。しかし2002年12月のダイヤ改正以降はインターシティはアイスに次ぐ第2位の種別としての位置づけが強くなっている。1970年代に機動車や電車が用いられたことを除けば原則として機関車牽引の客車列車である。ただし2010年代以降車両の全面的な 更新が予定されている。第二次世界大戦後のドイツ連邦共和国では、1951年のドイツ連邦鉄道発足と同時に、最上位の優等列車として、特急列車が誕生した。その後1957年には、国際列車の T が運行を始め、サービス水準の向上が図られた。1965年には、国内優等列車に対しても、 T の種別が用いられるようになった。一方、1966年頃から、西ドイツ国鉄は、イギリスのインターシティに倣って、特急列車のネットワーク化を重視するようになった。1967年夏のダイヤ改正では11、往復半の特急列車が増発された。さらにこの頃には、T の機動車列車から、客車列車への置き換えが進み、 T 用であった601型機動車を国内特急列車にも当てることが可能になった。これに加え T 用のラインゴルト型客車を増備することで国内特急列車の高速化とサービスの向上も行われることになった。1968年冬ダイヤ改正から西ドイツ国鉄は以下の6往復の特急列車の列車名にインターシティ A からインターシティ F までの名を関するようになった。 これらはいずれも601型機動車か T 用の客車を用いており最高速度時速 160km で運転されていた。601型機動車の最高速度は T として使われていた時は時速 140km であったがインターシティでは中間の付随車を5両のみとした単編性で時速 160km 運転を行った。しかしインターシティ B トラーボンベルクの需要が予想外に大きかったため、急遽11月11日から上編成の客車列車に置き換えられた。また車両運用の都合からトラーボンベルクの他ビルヘルムブッシュもこの時から客車列車になった。1971年時点のインターシティも IC71 西ドイツ国鉄の役員会は1969年にインターシティという 新たな国内列車の種別を設けることを決定した。使用される車両は T と同様の客車、または機動車で一等専用であることも T と同じである。これにより T 並みのサービスを国内列車に対しても全面的に取り入れようとした。ただし経路やダイヤの設定に関する思想は T やそれまでの特急列車とは大きく異なる。 従来の優等列車の走行経路は列車ごとに、まちまちであり、また多数の列車の集中する、ラインルール地域とラインマイン地域の間でも、列車の時刻は、不均等で、特にあっさゆうに集中する傾向があった。これに対し、インターシティは西ドイツを南北に縦断する4つの経路に沿って、各々の,の約2時間間隔のパターンダイヤで運転されるもので、ある。 また主要駅では異系統のインターシティの間で相互に乗り換えられるようになっていた。インターシティは1971年冬、ダイヤ改正から以下の4つの系統で運行を始めた。このネットワークをインターシティ71と呼ぶ。国際列車である T も西ドイツ国内でインターシティの系統と重複する部分ではインターシティ網の一部とされ2時間間隔のパターンに 組み込まれた。これらの系統は以下の各駅で相互に接続した。接続駅では原則として同一ホームでの対面の理解が可能であった。一例として2号線南行の IC127 ミュンヒナーキンドルは他のインターシティと以下のように接続した。103型機関車検員のインターシティ、または T なお列車の運行頻度は約2時間間隔であるが、 分単位での発着時刻は列車により10分前後のずれがあり完全な等間隔ダイヤではない。また、T の一部は途中駅からインターシティの各系統に入っており、分岐駅で区間運転のインターシティと入れ替わるようなダイヤが組まれた。インターシティは長距離を走るため、その運行は地域別の管理局ではなく中央輸送管理局の IC 輸送管理下で、 監督していた。また接続相手の列車が遅れた場合、接続駅で待つのは18分を上限とし、それ以上の遅れは、特発列車を出して対応することにしていた。このため5つの接続駅では、客車2両が常時待機し、機関車と乗務員も随時手配できるようになっていた。一方で、大量のインターシティが新設されたのと引き換えに、急行列車が減便され、 インターシティの通過待ちのため、準急列車や普通列車の所要時間が伸びるといった弊害も生じた。インターシティは一等専用であるため、これは二等旅客に対しては、サービスの低下であると批判された。B ネット ICB ネットの路線図配路、A ネット及び T 赤、カ、保管線青、接続線1973年夏、ダイヤ改正では、インターシティ B ネットと呼ばれる、 急行列車網が創設された。これは従来のインターシティ網を A ネットとし、これに接続する列車網である。B ネットは IC 保管線と呼ばれる8系統と IC 接続線と呼ばれる8系統で構成された。保管線はインターシティの走らない亜管線でシティ急行と呼ばれる急行列車が1日3から4を往復走り、A ネットとの交際機で インターシティと接続した。接続線は、インターシティモから外れた都市とも寄りの、インターシティ停車駅を結ぶ路線であり、インターシティと接続する、式急行、または、急行、準急列車が運転された。補完線の式急行には、一往復ごとに、沿線の地名にちなんだ、ラントという列車名が付けられた。一方、接続線の列車には固有の列車名はないが、系統ごとに、 地形や歴史にちなんだ、式という愛称が付けられた。しかし1975年夏ダイヤ改正で IC 接続線の系統番号や愛称は廃止され、1977年冬、ダイヤ改正では IC 保管線の式急行も半減し、1982年には全廃されて通常の急行列車に置き換えられた。とはいえ、 インターシティとの接続を重視した急行列車のダイヤ設定はその後も受け継がれた。インターシティ用二等車の車内インターシティは1971年の発足当時は一等車専用であった。この頃まで階級意識の強いヨーロッパの一等車利用者は二等車利用者と同じ列車で旅行することを嫌う傾向があり、T やインターシティなどの上位の優等列車は一等車のみで編成されていた。 二等車を連結した急行列車はこれらの列車に比べ遅く、設備も劣っていた。しかし1970年代には、社会の変化により、長距離列車の二等車の需要が増える一方で、一等専用の優等列車は人気が衰え始めており、インターシティが一等専用であることは批判の対象となった。そこで、西ドイツ国鉄は百七十五年から、 インターシティへの二等車の連結を検討し始め、1976年から一部の列車で試験的に実施した。1979年からはすべてのインターシティが二等車を連結するとともに、1時間間隔に増発された。このネットワークをインターシティ79と呼ぶ。1976年から1978年、インターシティへの二等車の連結は、 1976年の夏ダイヤ改正から IC4 号線で始まった。4号線はもともと2号線や3号線との重複区間が長く乗車率の低い路線であったのが背景にある。ただし4号線でも403型電車を利用した列車は1等専用のままであり、2等車を連結したのは客車列車のみであった。またこの時使用された2等客車は非常用の 電磁吸着ブレーキを備えていなかったため、最高速度が時速 145km に制限されていた。1977年以降、時速 200km 運転に対応した二等客車が投入されている。1978年夏ダイヤ改正では、IC1 号線のケルンハンブルク間において IC79 のコンセプトが先行して実施された。 同区間のインターシティを1時間間隔とし、ケルン中央駅発を毎時00分、ハンブルク中央駅発を毎時45分と発車時刻を揃えた。ただし一部の列車では時刻がずれており、完全な等間拡大ヤではない。また、IC1 号線の列車、ガンブリヌスのみは一等専用のままであり、列車種別がインターシティから P に変更された。 ケルン・ハンブル区間で IC1 号線を走る国際 T のパルジファルも一等専用のままであった。このほか IC2 号線などでも一部区間で二等車の連結が行われた。IC791979 年の夏、ダイヤ改正でインターシティはすべての列車が二等車を連結するようになり、1時間間隔の運転となった。国際 T の一部も この時から二等車を連結したインターシティとなり T ではなくなった。これらの列車は西ドイツ国外では各国の特急、急行に相当する種別として運転されたが、1980年からは国際インターシティという新種別が設定されている。一方で一等専用のまま残った T はインターシティ網からは独立した列車と位置づけられるようになった。 また、西ドイツ国内でも一等専用の優等列車がいくつか残り、これも T とされた。ただしこうした T の需要は小さく、国内 T は1983年に全廃され、国際 T も1987年のラインゴルトを最後に西ドイツからは姿を消した。IC79 におけるインターシティの4つの系統は IC71 の時と同じであるが、以下の 各区間で系等の列車の入れ替えが行われ、例えばハンブルク・マンハイム・バーゼルやハンブルク・ハノーハー・ミューンヘンといったインターシティも運転された。この他にも国際インターシティとの入れ替わりによる区間運転や、キール、ベスターラント、カッセル、ザールブリュッケン、ダルムシュタットなど、インターシティの基本ネットワーク上にない都市への直通も行われている。ダイヤは i c 十一では、 あくまで約2時間間隔だったのに対し、IC79 では各駅の発着時刻をほぼ分単位まで揃えたパターンダイヤが徹底された。また、異系統の接続は IC71 のものに加え、ハノーファーで2号線のドルトムント方面と3、4号線のゲッティンゲン方面が、またフランクフルトで2号線のビュルツブルグ方面と3号線のマンハイム方面が乗り換え可能になっている。 1979年時点でのパターンは以下の通りであった。IC851985 年夏、改正におけるインターシティも1985年夏、ダイヤ改正では1971年以来のインターシティの系統に初めて変更が加えられた。従来の1、2号線を再編して1、2、5号線とし、ラインルール地域とラインマイン地域の間では、 毎時3本のインターシティが走るようになった。また4号線の北端はハンブルクに変更され、ブレーメンハノーファー間は独立した 4A 線となるとともに、2時間おきにブレーマーハーフェンとオルデンドルーフまで直通した。この新しいネットワークの大きな特徴は、フランクフルト空港駅へ5号線のインターシティが乗り入れたことである。 空港駅への長距離列車の乗り入れは1982年にルフトハンザエアポートエクスプレスとして始められていたが、これは短距離航空路線を代替する航空便扱いの列車であり、鉄道の乗車券では利用できなかった。一般の長距離列車が空港駅に乗り入れたのはこれが初である。1987年には新たな国際列車の種別としてユーロシティが生まれている。 西ドイツ国内においては、ユーロシティは、インターシティと同格に扱われた。1988年高速線を走行する、インターシティ1988年夏、ダイヤ改正では、ハノーファー・ビュルツブルグ高速線の内フルダ、ビュルツブルグ間が部分開業し、同区間を含む IC4 号線が、新線経由となった。新線区間での最高速度は、時速 200km である。 また同イ屋改正では IC1 号線の南端がフランクフルトアムマインからマインツ、マンハイム経由シュトゥットガルトに変更された。この結果、ヘッセン州の州都であるビースバーデンには朝夕の2往復を除き、長距離、インターシティが一切止まらなくなった。このことへの代替措置としてマインツビースバーデン間に IC1R 線及び 2R 線として毎時に往復の短距離、 インターシティが設定され、マインツで長距離、インターシティと接続した。マインツビースバーデン間はわずか 10km であり、S バーンも頻繁に運行されている。このため、特急料金の必要なビースバーデン式は事実上、マインツでの乗り継ぎ専用の列車であった。編成は、客車に両という短いもので、折り返し時間の短縮のため両端に、機関車を連結していた。 1989年に専用の制御客車が製造され、機関車一両のプッシュプル方式となった。東ドイツへの乗り入れ IC マックスリーバーマン。東ドイツ国鉄のロゴがある。東在ドイツの分断以来、西ドイツと東ドイツ及び西ベルリンの間には、少数の急行列車のみが直通列車として運行されていた。 しかし1989年11月9日のベルリンの壁崩壊により直通列車の需要は急増した。1990年5月27日 IC154-155 ヨハンゼバスティアンバッハが初めて東ドイツに乗り入れたインターシティとなった。1990年8月1日にベルリンハンブル区間で運転を始めた IC130 139、マックス・リーバーマンは、初めてベルリンに乗り入れた、インターシティであり、東西ドイツの最東号を象徴するものとして、受け取られた。ベルリン発着のインターシティは、当初ベルリンハノーファー間で、西ドイツ国鉄と東ドイツ国鉄の車両を使いに往復運行する、予定であった。しかし、東ドイツの車両は、インターシティとしての水準を満たさないと判断されたため、 元西ドイツ国鉄のインターシティ用機動車である601型機動車を利用することになった。また、運行区間は西ドイツ国鉄の西ベルリン管理局長であるチャース・タイアン・セガートの発案により、戦前のフリー・ゲンダー・ハンブルガーの伝統を引き継ぐべくベルリーン・ハンブル区間に変更された。601型はこの時にはすでに西ドイツ国鉄からは除籍されており、 イタリアのファーベット社に売却されていたものを東ドイツ国鉄が借りる形で東ドイツ国鉄所属車として運転された。9月30日からはマックス・リーバーマンは客車列車に変更されている。これらの列車はインターシティという種別ではあるがネットワーク化されていない単発の列車である。旧東ドイツ地域が 本格的にインターシティ網に組み込まれるのは1991年以降となる。なお東西ドイツは1990年10月3日に国家としては統合されたが、鉄道組織は1994年のドイツ鉄道発足まで分離されたままであった。1991年1991年夏、改正におけるインターシティアイスボー1991年夏、 ダイヤ改正では、高速列車アイスの運行が始まった。アイスは、インターシティと同様のネットワークに組み込まれ、アイス6号線として運転された。同ダイヤ改正では、インターシティ網も大きく変更され、3号線と5号線がベルリンへ乗り入れた。旧東ドイツ地域においてはこれらのインターシティは2時間間隔の運転となった。また1号線、2号線、4号線はそれぞれ、 末端部分で二つに分岐し、各々二時間間隔の運転となった。ビースバーデン発着の短距離、インターシティは、マインツ行とフライクフルトアグマイン行の二種に分離された。フランクフルト中央駅におけるアイスとインターシティの接続これらのほか、インターシティ、ユーロシティが不等間隔ながら複数運行される経路として、ベルリー・ン・ハンブルク間、ザールブリュッケン・フランクフルト・ライプツヒ、 ドレスデン館などがあった。またケルム・アムステルダム館のユーロシティは2時間間隔のパターンダイヤとなった。その後もインターシティ、アイスモーには年ごとに変更が加えられた。1992年夏にはハンブルク・ベルリン・ドレスデン館が IC7 号線、ベルリン・ライプツヒ・ニュルンベルク・ミュンヘン館が IC8 号線となり、また IC4 号線がアイスに転換された。 その後もインターシティのアイスへの置き換えは続いている。1993年夏にはザールブリュッケンフランクフルトライプツヒドレスデン間が2時間間隔の IC9 号線となった。1997年にはアイス10号線が新設された。インターレギオートの統合2002年冬のダイヤ改正ではケルン・ラインマイン高速線経由のアイスが大量に新設された。 これに伴い、アイス、インターシティ網には大きな変更が加えられた。それまで、インターシティの会の種別であったインターレギオの大半が、この改正からインターシティに昇格した。この結果、感染系統のインターシティがほぼアイスで置き換えられた。一方で、インターシティは亜線系統や、感染でもアイスより、停車駅の多い系統が主流となった。 元インターレギオであった系統の中には、国際列車であってもユーロシティではなく、インターシティとされているものもある。2010年冬ダイヤ改正時点でのインターシティ、ユーロシティの系統は、以下の通り、季節列車や一部の曜日のみ運転される列車も含む。このうち28、31、50、76の各系統は、インターシティ、ユーロシティとアイスの共通の系統であり、 インターシティ、ユーロシティのみでは、不等間隔でも、アイスと合わせると、パターンダイヤとなっている区間もある。またインターシティの各系統ごとの運行頻度は2時間間隔が基本で、あるが、以下の各区間では2系統のインターシティ、ユーロシティを合わせると1時間間隔となる。これらは1971年当時のインターシティモのうち、現在でもインターシティが主となって運行されている。 区間でもある。ただし、ケルンとラインマイン地域の間には、ボン、コブレンツに停車しないもののケルン、ラインマイン高速船経由のアイスがより高頻度で運行されており、またケルン、ブッパータール、ハーゲンとハノーファーの間では、ドルトムントを経由しないアイス10系統が1時間間隔で運行されている。またケルンマインツ間では30、31系統より停車駅の多いインターシティもある。 601型、602型機動車、601型機動車。写真は、インターシティ運用から退いた後のもので、前頭部のエンブレムが異なる。601型機動車は、西ドイツ国鉄が1957年から1963年にかけて製造した液体式ディーゼル車である。両端の2両が動力車で、客席はなく、中間の付随車5両から8両が客車である。 本来は T 専用であるが、1968年夏、ダイヤ改正から西ドイツ国内の特急列車にも転用され、同年冬のダイヤ改正からは、その一部がインターシティ名を冠した。1971年以降は、フランクフルトアムマインを拠点に主として、西ドイツ南部のインターシティに用いられた。1975年には、配属がハンブルクイコールアルトナに移り、 西ドイツ北部での運用に移った。601型の本来の最高速度は時速 140km であるが、インターシティ運用では中間車を5両のみに制限することで時速 160km 運転を実現した。ただし、これでは定員が少ないことから、 1973年以降長編成での高速運転を目的に一部の車両がエンジンをガスタービンエンジンに交換した602型に改造され、1974年以降インターシティに用いられた。602型は時速 200km 運転を目標に開発されたものの営業での最高速度は時速 160km 止まりであった。また1975年以降は 動力者の片方を601型、もう片方を602型とした根結編成も用いられている。601型、602型は1978年にはインターシティでの運用数が1日に往復にまで減り、1979年の IC79 導入とともに完全にインターシティからは退いた。1990年にすでに 西ドイツ国鉄から除籍されていた車両が東ドイツ国鉄に貸し出され、ベルリンハンブルク間のインターシティ、マックスリーバーマンに用いられた。403型電車、403型電車、403型電車は、インターシティ専用に製造された4両編成の電車である。全車が電動車であり、最高時速200キロメートルでの運転が可能であった。 1974年以降 IC4 号線のインターシティに用いられたが、1979年の IC79 導入とともに、インターシティ運用からは退いた。この時代のドイツの優等列車は、動力集中方式が主体であり、その中で403型のような動力分散方式車両は、運用に柔軟性が欠ける上に保守コストが高く、これが早期引退の一因となった。 612型機動車インターシティとして運行される612型機動車612型機動車、通称、レギオスインガーは本来レギオナルエクスプレスなど、インターシティより、格下の近距離交通用の車両である。しかし2003年12月ダイヤ改正から短い間、ドレスデン・ニュルンベルク間のインターシティが612型による運行となった。 同区間はもともと振り越し機器同社のアイス TD を利用したアイスとして運行されていが、アイス TD の相次ぐトラブルのため、インターシティに格下げの上612型に置き換えられた。格下の車両を使うことへの抗議もあり、1年後には客車列車に変わった。インターシティ用の客車は1962年に製造されたラインゴルト用の客車を元にしている。 UICX 規格に準拠しており、全長は一部を除き26.4メートルである。初期の一部の車両を除き時速200キロメートル運転に対応している。1988年から1991年にかけて高速新線走行のための非常ブレーキやトイレの改修などが行われた。また1997年からもリデザインと称する改修が行われた。 一等客車一等車のコンパートメント1971年のインターシティ導入時にはアバムズ109型コンパートメント車とアプムズ125型開放座席車が使用された。これらは1962年にラインゴルト用に製造が始まった形式であり、1965年以降は T に用いられていた車両である。その後1975年には定員を増やした。 アプムズ127型開放座席車が投入され、1977年からは、ユラフィマ規格のアバムズ108型も用いられている。1985年の IC-85 導入時には二等車7両が改造され、アプムズ119型開放座席車となった。二等客車、BPMBDZF296 型。 制御客車1976年にインターシティへの二等車連結が始まった際には BM234 型などの1960年内製の急行用二等車が用いられていた。しかし1979年の IC79 導入までにはインターシティとしてのサービス水準を満たすべく空調設備を備え時速 200km 運転に 対応した BM235 型コンパートメント車や BPMZ294 型 BPMZ295 型開放座席車が大量に製造された。これら1970年代の車両は2002年までにインターシティ運用からは外れている。1988年からは両車端部がコンパートメント、中央部が開放座席となった。 BVZM186 型が製造されている。同様の車内配置はアイスにも引き継がれた。1991年からは、ドイツ国営鉄道所属車として、ボムズ236型コンパートメント車が製造された。これは、ドイツ連邦鉄道であれば、格下のインターレギオ用程度の車両であり、ドイツ鉄道として統一された後は、廃車が進んでいる。 1995年には、インターレギオのプッシュプル運転のため、バインゲフ271型制御客車が製造された。1997年には、インターシティ用にも BPMBDZF296 型制御客車が製造されている。271型、296型とも、旧東ドイツ国鉄のインターレギオ客車からの改造車である。 296型は開放座席車であるが、271型は2室のみ、コンパートメントを備える。インターレギオのインターシティへの統合後は271型もインターシティに用いられている。食堂車食堂車の社内1971年のインターシティ創設時には、WRMH132 型と WRMZ135 型の食堂車が存在した。 135型は電源供給用にパンタグラフを備えている。このほか半室を一等開放座席車とし、残る半室を軽食用の食堂としたアームホ271型やアームズ211型の合わせ作り車も作られ、T やインターシティの編成の分割や、需要の少ないインターシティで利用された。1975年から西ドイツ国鉄は、 クイックピックと呼ばれるセリフサービス式の食堂車を導入し、このための車両として、ベムズ139型が製造された。しかし1988年からは、ベムズ139型は、全車が半室を、食堂車、半室を、軽食用の立食スペースとした、WRMZ137 型に改造された。1990年代には、 WRMZ135 型の一部も同様に半出食堂車、半出ビストロの WRMZ134 型に改造された。一覧客車の塗装新旧塗装の混在した編成1971年、当時はインターシティ用客車は一等車、食堂車とも T の標準色であるクリーム色と赤の塗り分けであった。二等車連結開始後は二等車は 赤色部分をトルコブルーと呼ばれる青系統の色に変えた塗装がされた。このクリーム色とトルコブルーの塗り分けはインターシティ用以外の客車や機関車にまで徹底されたが評判はあまり良くなかった。1988年から西ドイツ国鉄は列車種別ごとに新たな塗装を導入し、インターシティ用客車は等級によらず下部を白、 上部は赤としその間に細いピンク色の帯を入れることになった。2000年には再度塗装が改められ、アイスと同様の白地に細い赤帯となった。電気機関車120型機関車牽引のインターシティ1971年のインターシティ運転開始時点では、客車インターシティの牽引は112型、または103型の電気機関車によって行われていた。 112型は1962年のラインゴルトの時速 160km 運転開始時に投入された形式で当時の特急検員機の主力であった。103.1型は1970年に量産が始まっており時速 200km 運転に対応していた。ただし、インターシティでの時速 200km 運転が本格化したのは1978年以降である。 また初期には112型の全世代にあたる110型も用いられた。103型のゾービと共に110型や112型は置き換えが進んだが IC2 号線フランクフルトアムマインビースバーデン間のタンク間では110型または112型が用いられ続けた。1979年の IC79 導入時には倍増した。 インターシティの牽引は103型のみではまかないないため、主に IC4 号線において111型機関車も用いられた。111型は112型の後継であるが、最高速度は時速 160km に限られている。1987年には120型機関車の量産型である120.1型の製造が始まった。120型は高速旅客列車と、 貨物列車の双方に対応する汎用機として、百三型などを置き換えることが期待されていた。1988年以降は、ハノー・ファー・ビュルツブルグ高速船における連続高速運転にも用いられた。しかし、量産型の製造は60両で打ち切られ、全世代の機関車にとって変わるには至らなかった。1996年からは、 新型の高速旅客列車専用機として101型の製造が始まった。これにより111型や103型は1997年にはほぼインターシティ運用から外れることになり、120型も短距離の運用が主となった。このほかフランス、ルクセンブルクとの間の国際列車用に製造された181型副電源機関車は、 ユーロシティや国際インターシティのほかフランクフルト、ザールブリュッケンカンなどの国内インターシティにも用いられている。ディーゼル機関車10連でインターシティを牽引する218型機関車1971年時点においてインターシティの基本系統は全線電化されていた。しかし非電化の視線へ直通する場合にはディーゼル機関車牽引となった。これには 主として218型機関車が用いられた。1992年に新設された IC8 号線は、ライプツヒプロプストツェラ艦がディーゼル機関車牽引であった。旧東ドイツ国鉄車ドイツ再統一後しばらくの間、ドイツ国営鉄道所属の機関車もインターシティに用いられた。212型機関車は1990年に製造が始まり、 旧東ドイツ国鉄と旧西ドイツ国鉄の双方に所属して用いられた。旧東側のほか西側でも短距離のインターシティを牽引したことがある。また229型ディーゼル機関車や232型、234型ディーゼル機関車なども、一時期インターシティを牽引した。146.2型機関車とツインデックス2010。 客車2011年1月4日、ドイツ鉄道は、ボンバルディアトランスポーテーションに146.2型機関車27両と、仮称ツインデックス2010と呼ばれる客車137両を発注したことを発表した。146.2型は、ボンバルディアのトラックスシリーズの一つである。ツインデックス2010は、全2階建ての客車であり、外観は、 地域輸送用に用いられている2階建て客車と似たものになると見られている。機関車1両と客車5両でプッシュプル方式の編成を蘇生する。編成定員は469名である。最高速度は時速1 6 0トルであり、現行インターシティの時速2 0 0トルと比べると遅い。しかし投入の予定されているケルン、フランクフルトアムマイン間などのライン川沿いの経路、 などでは、時速 160km 超で走れることは、ほとんどないため特に問題はないとされている。最初の編成は2013年12月から以下の系統に用いられる予定である。X2011 年5月9日には、ドイツ鉄道は、シーメンスと X と呼ばれる電車の購入に関する契約を結んだ。X は、動力分散方式の電車で、 5両編成から14両編成までの構成が可能であるが、ドイツ鉄道が購入を契約したのはそのうち K1 と呼ばれる7両編成のもの130編成と、K3 と呼ばれる10両編成のもの90編成である。この車両は、その後アイス4と命名され、インターシティではなくなった。1971年のインターシティ創設時には、 インターシティの利用には1等運賃に加え8マルクの特急料金が必要であった。特急料金は距離に関係なく一定であり、複数のインターシティや T を乗り継いでも変わらなかった。1976年の2等車連結開始時には2等の特急料金も10マルクとされたが、1977年夏、ダイヤ改正時に5マルクに値下げされた。2002年12月に、 ドイツ鉄道は、運賃制度の全面的な改定を行った。2010年現在の制度では、運賃は列車種別に応じて3段階に分かれており、インターシティとユーロシティにはそのうち2番目のものが適用される。インターシティ運賃はさらに1等と2等に分かれ、1等は2等の約1.6倍である。このほか各種の割引制度がある。 ユーレールパスやジャーマンレールパスなどの鉄道パス保有者は追加料金なしでインターシティを利用できる。1971年の運転開始当時からインターシティの列車には沿線にちなんだ列車名が付けられていた。1979年の1時間間隔化や1985年、1991年などのネットワークの拡大後もこれは変わらず、 同じ系統でも一応往復ごとに異なる名をつけたため、1990年代には200種類以上もの列車名が存在した。しかし、2002年12月のダイヤ改正から一部を除き、インターシティは列車名を名乗らなくなった。インターシティは本来中高の優等旅客列車の種別であったが、後にその他の列車やサービスに対しても、 インターシティという名が用いられるようになった。インターシティナイト1994年夏、ダイヤ改正から、ドイツ鉄道は、インターシティナイトと名付けられた、夜行列車の運転を始めた。運行区間は、ベルリン・ボンカンとベルリン・ミュンヘン間で、それぞれ昼のインターシティの5号線と8号線に沿う、経路である。車両は、タルゴの寝台車を用いている。 従来の寝台列車よりも快適であることを宣伝するため、インターシティの名を冠した。ただし、車両の塗装は、昼のインターシティとは異なり、インターレギオとよく、似た青と灰色であった。2007年12月ダイヤ改正で、ドイツの夜行列車は再編され、インターシティナイトは、シティナイトラインに統合された。2009年12月ダイヤ改正で、パルゴ寝台車は、 シティナイトラインの通常の客車に置き換えられている。1979年の IC79 導入時からドイツ連邦郵便と西ドイツ国鉄はインターシティによる郵便輸送を始めた。一部のインターシティに時速 200km 運転対応の郵便車を連結して郵便物や小包みを運んだ。1980年夏ダイヤ改正からはこれに加え、 夜間に郵便専用の郵便インターシティが運転されるようになった。1997年のドイツにおける鉄道郵便の廃止とともに郵便インターシティも廃止された。しかし2000年には同じ PIC という略語の小包みインターシティが新設された。これは主に夜間に最高速度時速 160km でドイツ各地の小包周廃拠点を結んでいる。 1984年に運転を始めた高速貨物。列車は当初インターシティ貨物と名付けられる案もあったが、頭文字は IC であるもののインターシティとは直接の関係のないインターカーゴという名になった。なおこうした専用列車の他に、ドイツ鉄道は通常のインターシティやアイスの列車による小荷物の運送サービスを行っている。これは1982年に、 IC クリディーン首都として始まり、インターシティのコンパートメント車の一部を荷物室として利用した。インターシティの停車駅総合間のほか、中華や配達のサービスも行っている。2003年には IC クリアという名称に変更された。フライブルク中央駅とインターシティホテル1972年に、ドイツ寝台社食堂社会社は、フランクフルト中央駅の構内で、 インターシティレストランと名付けられたレストランを開業した。DSG はインターシティの社内を連想させる内装を宣伝した。同名のレストランはその後ドイツの各都市にも開業した。1987年には西ドイツ国鉄の子会社としてインターシティホテル有限会社が設立され、1991年に最初のインターシティホテルがフランクフルトアムマインに開業した。 2011年現在は、インターシティホテルは、シュタインベルガーホテルの子会社であり、ドイツ各地トウィーンのアイス、インターシティ停車駅の駅前で33のホテルを運営している。ありがとうございます。